政権交代が行われている頃、帝国では思いもよらぬ事態が勃発していた。皇帝が死んだ？心臓発作だそうです。自然死か。あの男にはもったいない。あと5年、いや、あと2年長く生きておれば、犯した罪にふさわしい死に様を与えてやったものを。閣下、皇帝は後継者を決めぬまま死にました。何を驚く。私が忠誠を誓うのはローエングラム閣下に対してのみだ。たとえ皇帝であろうと敬語など使うに値せん。閣下、皇帝は後継者を決めぬまま死にました。ということは、皇帝の三人の孫をめぐって帝位継承の争いが生じることは明らかです。どのように定まろうと、いずれ血を水には済みますまい。刑の言は正しい。三者のうちの誰につくかで私の運命も決まるというわけだ。で、私に握手を求めてくるのは三人の孫の後ろにいるどの男だと思うか。おそらくは自らの固有の武力を持たぬリヒテンラーデコ。ではせいぜい高く売りつけてやるか。銀河帝国第37代皇帝となったのは、フリードリヒ4世の直系の孫エルヴィン・ヨーゼフ2世であった。その新体制はリヒテンラーデ公と新たに公爵となったラインハルトの互いを利用しようとする動機から生まれた枢軸体制に支えられていた。リヒテンラーデなど、フリードリヒ陛下が亡くなられた時点で引退して叱るべきではないか。まったく、それにあの小僧、何が公爵だ。爵位も持たぬ貧乏貴族の小せがれが、姉に対する皇帝陛下のご寵愛で成り上がり、ついには公爵だと会議が並ばれたと思うと大ぞけがするわ。あのような輩に国政を労断されてよいのか。おお、ミュッケンベルガー元帥。これはご領主がお揃いとは珍しいですな。解任の挨拶か。今回の人事では K が一番の被害者であったな。被害者？あの小僧のことだ。今もその話をしておったのだ。あの小僧が栄えある宇宙艦隊司令長官とは世も末だと。どうじゃな。そなたが味方してくれれば何かと心強い。わしらと組まぬか。ご領主は何か勘違いをされておられる。私はこの時期に退任できてよかったと思っておりましてな。無益な争いに巻き込まれずに済むと。一言ご忠告申し上げておく。あの小僧、いやローエングラム公は紛れもなき聖戦領略の天才。舐めてかかると手ひどい目に遭いますぞ。では。ふん、腰抜け目が。国を憂う武人なら他にもおるわ。ブラウンシュバイクとリッテンハイムがこのまま引き下がるとは思えぬ。やがて帝国を二分する戦いになろう。ミッターマイやロイエンタルらと作戦は立てているのですが、一つだけ気がかりが。同盟がどう出るかだろう。はい、アムリッツァで大敗した後でもあり、そんな余力はないと思われますが。案ずるな、すでに手は考えてある。それよりほら、姉上がおられる。笑顔を見せろ、キロヒアイス。姉上。ラインハルト、よく来ましたね。ジークも。アンネローゼ様。10年お待たせして申し訳ありませんでした。お迎えに上がりました姉上。もう姉上に苦労はさせません。これからはどうか幸せになってください。ラインハルト。姉さん。捕まってその後どうなったのかしら。逃げたんじゃない。民間人を連れて行けば足でまといになる。そう考えたから俺たちだけで脱出したんだ。脱出して味方の増援を頼めばエルファシルなどすぐに取り戻せた。それをヤンウェンリーのやつめ、俺たちが脱出したのをおとりにしやがった。いわば俺たちを犠牲にして自分が生き延びただけのことだ。何がエルファシルの英雄だ。あの落ちこぼれ中尉が今や大将閣下だと。くそ、
それに引き換えこの俺は卑怯者よ恥知らずよと収容所でまで迫害しされ風の噂に聞けば女房も子供も席まで抜いちまったと確かに俺の選択は間違っていたかもしれん。だがここまで貶められここまで苦しめられねばならないほどのことか。軍にはもっと残虐なことやもっと卑劣な真似をしてきたやつがいっぱいいる。第一英雄などというやつは早い話がそれだけ大量殺人をしてきたやつだということじゃないか。そいつらより俺は道義的に劣ることをしてきたというのか。いかがですか、この男、今回の任務には適任かと。誰だ、あんた。ラインハルト・フォン・ローエングラムだ。へえ、あんたが帝国の若き英雄か、本当に若いな。エルファシルを知ってるかい、何年前になるかな。あんたその頃子供だったろ。俺は少々だったぜ。リンチ、よく聞け。お前にある任務を与えてやるからそれを果たせ。成功したら帝国軍少将の位をくれてやる。少将少将か、そいつは悪くないな。で、何をすりゃいいんだ。お前の故国自由惑星同盟に潜入して軍内部の不平分子を煽動しクーデターを起こさせるのだ。無理だ、そんなことは不可能だ。あんたシラフで言ってんのか。不可能ではない。ここに計画書がある。この通りやれば必ず成功する。しかし、もし失敗すれば俺は死ぬ。きっと殺される。その時は死ね。今のお前に生きる価値があると思っているのか。お前は卑怯者だ。守るべき民間人も指揮すべき兵も捨てて逃亡した恥知らずだ。どのように言い訳しようと誰もお前を支持しない。そんなになってもまだ命が惜しいか。そうだ、今さらおめえの話しようもない。だとすればせめて徹底的に卑怯に恥知らずに生きてやるか。少々の件は間違いないだろうな。閣下、キルヒアイス上級大将は今回の策あまり乗り気ではないようにお見受けしました。そんなことはない。閣下、あえて申し上げますがキルヒアイス閣下には向かない仕事もあります。宇宙艦隊に副司令長官を置く必要はありますまい。幼馴染も結構ですが、いきなり上級大将とは。ロイエンタールやミッターマイヤーらとのバランスもお考えください。差し出がましいぞ、オーベルシュタイン。もう決めたことだ。正しく敵中に囚われた忠実なる兵士たちを、私はケイラに約束する。捕虜となったことを罪とし、それを責めるごとき愚劣な慣習はこれを全面的に廃止するものである。帰国した諸君全員に一時金と休暇を与える。しかるのち希望者は自らの意思を持って軍に復帰せよ。全員一階級を昇格させる。我が兵士、英雄諸君、恥じるべき何者もケイラにはない。胸を張って帰国せよ。恥じるべきはケイラを前線に駆り立て、降伏もやむなき窮状に追い込んだ無能で卑劣な旧軍指導者たちである。私ローエングラム元帥も諸君らに感謝し、かつ詫びねばならない。最後に人道をもって捕虜交換に応じてくれた自由惑星同盟軍の対応に感謝の意を表するものである。銀河帝国宇宙艦隊司令長官、ラインハルト・フォン・ローエングラム元帥。完璧だ。ローエングラム校は200万の精鋭を補充することになる。新皇帝エルウィン・ヨーゼフ2世を擁したローエングラム校ラインハルトとリヒテンラーデ校に対し、帝国で一二を争う牽制下であったブラウンシュバイク校とリッテンハイム校は協力してこれを排除することを密かに誓い合った。かくて皇帝派リヒテンラーデ・ローエングラム枢軸と反皇帝派ブラウンシュバイク・リッテンハイム連合との対決の機運は急速に高まりつつあった。どうしたものか、ブラウンシュバイク校とリッテンハイム校が手を結ぶとなると逆らうわけにもいかぬし。かといってリヒテンラーデ校は何といっても皇帝陛下を養子立てまつるからな。何の陛下のご意向より実際はあの小僧が問題なのだ。戦争の天才というではないか。しかもその部下は精鋭揃いと聞くし。ローエングラム校か。困ったことになった。
まったくどちらについたものか。貴族どものうろたえようはどうだ。近来にない喜劇ではないか。終わりがめでたくなければ喜劇とは言えないでしょうな。しかしその貴族たちが大同団結すれば武力も財力も我らより強大です。だからこそ冷静な判断を下す前に撃発させるのだ。で、報告はまだか。はい。ですが本日ブラウンシュバイク校が園遊会と称してリッテンハイム校以下の不平貴族を集めているのは事実。ここで何らかの動きがあるのは必要かと思われます。それにしても帝国貴族は何千家もあるというが、見るべき人材もおらんようだな。敵にするにしてもこれでは役不足も。ローエングラム校ラインハルトとリヒテンラーデ校の戦後に反対する貴族たちはブランシュバイフ校の別荘のあるリップシュタットの森に参集し、密かに盟約を結んだ。これを称してリップシュタット盟約と呼び、これによって誕生した貴族たちの軍事組織をリップシュタット連合軍という。名手にブラウンシュバイク校オット、副名手にリッテンハイム校ウィルヘルム、その他参加した貴族3760名、正規軍と私兵を合わせた兵力およそ2560万、そしてその連合軍司令官にウィリバルト・ヨアヒム・フォン・メルカッツ上級大将。メルカッツ大将。厄介なことになりましたな。メルカッツ提督とは実績人望ともに豊かな老練の名将ですか。ほほう、さすがにブラウンシュバイク校を自ら指揮するのでは誰もついてこないというわけですな。いかにメルカッツが率いるといっても所詮寄せ集め、恐るるに足らぬ。一頭の獅子に率いられた羊の群れは一頭の羊に率いられる獅子の群れを駆逐するという、油断はせぬことだ。しかしメルカッツ提督は閣下の才能をお認めになっておられるはずですが、意外です。メルカッツか。お断り申し上げたはずだ。このような無益な戦いはいたずらに兵を損ねるだけのこと。私には公爵閣下にもローエングラム公にも加担するつもりはござらん。何を言われる。無益とは心外だな。ケイは帝室への忠誠をいかに考えるのか。なればこそ仮にも皇帝陛下に弓引くがお的所業に及ぶわけにはまいらん。それは一時のこと。陛下をリヒテンラーデやローエングラムといった関心どもから解放申し上げ、伝統ある秩序を取り戻すためにこそ我らは立ったのだ。ゴールデンバウム王朝を守護する神聖なる使命は選ばれた我ら伝統的階級に与えられた義務なのだ。大神オーディンにもご賞覧ある。正義は我らにこそあるのだ。何と申されましても、このわしの頼みでもか。提督、いや、どうも若い貴族たちは血の気が多くてな、協力を拒むような輩は貴族の風上にも置けるから天誅を加えるべきだと言ってな、わしは止めておるのだが、どうもな、元より流血も辞さぬ覚悟だと申してな。そうしたものを血祭りにあげれば大神オーディンへの生贄にもちょうどよいとな。神への生贄にというと若い娘と相場が決まってるそうな。そういえばケイにも娘がおったな。さて改めて返答を聞こうか。帝室の恩子に報いる覚悟のほど。では司祭の見ながらお引き受けします。うん。しかしながら次のことを諸侯にご承知おき願いたい。こと実践に関する限り私に全権が委ねられること。もう一つ、命令に背けばいかにやんごとなき身分の方でも軍規に従って処断されるということ。この二点です。どうなさいました。ブラウンシュバイク校にその条件を承知させたのでしょう。うん。ならば大軍を率いて強敵と戦うは武人の本懐と私などは思いますが。ジュナイダー少佐、ケイはまだ若いな。ブラウンシュバイク校は確かにこの条件を飲んだ。だがすぐに作戦に介入してくるだろうし、軍規にも従いはすまい。そのうちローエングラム校よりこのわしの方を憎むようになるさ。まさか。特権は人の精神を腐敗させる。自分を正当化し他人を責めることは彼らの本能のようなものだ。かくいうわしも軍隊で下級兵士に接するまではそのことに気づかなかったが。閣下。少佐、使用を頼んですまんが、このまま家に寄ってはくれぬか。
それは構いませんが。別れを済ませておきたいのだ。無益な全面対決に至る必要はありますまい。我々はローエングラム公一人を倒せば十分なのです。あの小僧を暗殺せよとでも言うのか。はい、私に兵を300ばかりお貸しいただければ確実に仕留めてご覧に入れます。たわけ、貴様らわしがあの小僧に勝てると思っておるのか。いえ、私が申し上げたいのは、帝国を二分する戦いとなった場合、勝っても負けても大きな傷が残るということです。ローエングラム公は破壊の後に再生を目指す立場ですから構わないにしても、閣下には体制を維持する義務がおありのはず。ただ勝てばいいというものではないでしょう。小賢しい口を聞くな。閣下、申し上げにくいことですが、ローエングラム公は傭兵の天才です。フェルナー大佐が申す通り、勝ったとしても犠牲は大きく、民衆にもかなりの害を与えるでしょう。ご再考を。勝てたとしてもとは何か。失笑の信念を持たぬ者に用はない。それよりアンスバッハ、脱出計画の方は進んでおろうな。は、抜かりなく。うん、貴様らも余計なことを考えず、アンスバッハの手伝いでもしておれ。アンスバッハ、ケイからも閣下にもう一度愚心してはもらえぬか。シュトライト准将、公爵閣下は正面からローエングラム公の軍を打ち破ってこそ意味があると考えなのだ。それこそリッテンハイム公爵や他の諸侯に対して実力を示すことになる。そしてそれこそがこの戦いの次に来るであろうもう一つの戦いに勝つことにつながるのだと。暗殺では卑劣だと言われるだけだと。うん、次の戦いね、それどころではないと思うがな。こうなったら我々だけでやるしかない。兵を集めろ。はっ。ローエングラム公を殺すか、姉のグリューネワルと伯爵夫人を人質にするかだ。目標を忘れるな。はっ、行くぞ。しまった、読まれていたか。大佐、やむを得ん、撤退する。くそ。始まったな、ラインハルト。ご心配なく姉上、この館はキルヒアイスが直々に守備しております。心配はありません。私は元帥府に参らねばなりませんが、姉上はどうぞお休みになってください。では。どうしたことか。はっ、どうやらフェルナー大佐が独断で仕掛けたようです。何、この劣化って名前を。ことここに至っては致し方ありません。直ちにオーディンを脱出いたしましょう。やむをえんな。さすがローエングラム公とその部下、俺などの小細工が通じる相手ではない。さて、どうしたものか。どうか。あ、かねての手はず通り。うん。無礼な、何を求めてのことか知らんが、成り上がりの青二歳は礼儀も心得ぬのか。失礼いたしました。私が求めておりますのは、時代の変化をお認めいただくことです、元帥閣下。
確かシュトライト准将であったな。ケイは私を暗殺するようにブラウンシュバイク公に進言したそうだが、事実か？事実です。我が主君にそれが入れられていれば、今頃手錠をかけられているのはあなただったはずです。残念なことをしました。なぜそんなことを進言したのか。無用な戦乱で国を損ない民衆を損なうより、たとえ一時の汚名を感じすることになってもその方が良いと考えたのです。うん、殺すには惜しい男だ。通行証を出してやるから主人のもとへ行ってケイの忠誠を全うするがよい。できますならオーディンにとどまることをお許しください。主人のもとへは行かぬのか。このまま主人のもとに行ってもなぜ助かったかを疑われるだけでしょう。ブラウンシュバイク公は部下の忠誠というものをあまり信じないお方なので。なるほど。ではどうだ、いっそ私の部下にならんか。ありがたい仰せですが、今日までの主人を明日から敵に回す気にはなれません。お許しください。わかった。自由にするがよい。ワーレン提督、警告を無視して逃亡を図る船がいます。何？攻撃しろ。だが最初は当てるなよ。ブラウンシュバイク校の元部下、フェルナー大佐であります。元？は、今日を境に見限りました。できますならば閣下の部下にしていただきたいと思い出頭した次第です。するとケイの忠誠心はどういう基準で左右されるのか。忠誠心などというものはその価値の分かる人に捧げてこそ意味のあるもので、人を見る目のない主君に忠誠を尽くすなど宝石を泥の中に放り込むようなものです。社会にとっての損失だとお思いになりませんか。抜け抜けというやつだな。オーベルシュタイン。は。この男ケイに預ける。使ってやれ。は。提督、民間船を盾に取ってる船がおります。何？卑怯な。提督。いやもえ、全艦砲撃停止。軍務省と統帥本部は抑えましたが、残念なことにブラウンシュバイク校とリッテンハイム校は取り逃がしたようです。しかしリップシュタット盟約に参加した貴族3760名のうち625名の降金に成功しました。うん、まずは満足すべき結果かな。首都を脱出したブラウンシュバイク校たちはおそらくいずれかの要塞を本拠地として決戦を挑んでくることかと思われます。うん、どこだと思うか。おそらくはガイエスブルク。オーベルシュタインの予測通り、リップシュタット連合軍はガイエスブルク要塞に集結した。これに対してローエングラム公ラインハルトは帝国軍参長官職を兼任し、皇帝より帝国軍最高司令官の称号を得るとともに、リップシュタット連合軍討伐の勅命を受けた。交渉？はあ、公文書に載せる敵の交渉を定めませんと。ああ、良い名がある。俗軍というのだ。俗軍でございますか。そうだ。そして帝国中に伝えろ。奴らにも聞こえるようにな。お前らは俗軍だと。はっ。では行くぞ。俗軍の立てこもるガイエスブルグへ。はっ。宇宙暦797年、帝国暦488年、帝国標準時4月6日、帝国を二分する歴史上最大の内乱はついに勃発した。それはある悲劇の始まりであった。リップシュタット連合軍がその本拠地としたガイエスブルグ要塞は直径およそ45キロ、
収容艦艇1万6000隻、四方高 X 線ビーム砲の出力は7億4000万メガワット。その戦力はイゼルローン要塞にも匹敵する。イゼルローン要塞が同盟軍によって奪われた今となっては、帝国領内における最大最強の軍事要塞である。首都星オーディンからこのガイエスブルグに至る航路上に、9カ所の軍事拠点を設ける。この各々に兵力を配置しておく。さすればあの小僧の軍は、その9カ所を次々と攻撃する間に少なからぬ消耗をするはずだ。そこをこのガイエスブルグから出撃して、一挙に壊滅させるのだ。メルカッツ提督には何か異論があるのか。ローエングラム校がこちらの注文通りに9カ所をいちいち攻撃してくるとは限りません。敵にしてみれば、各々の拠点を結ぶ航路を断ち、補給と通信を攪乱するだけでもこちらを無力化できるからです。もし敵がそうした上で一気にガイエスブルグを突いてくれば、兵力を分散した分だけこちらが不利になります。ではどうすればよいというのだ。9カ所の軍事拠点には偵察と連絡の機能のみを残し、実戦機能はガイエスブルグに集中させるのです。するとあの小僧をガイエスブルグまで引きずり込んで決戦に及ぶのか。遠方からはるばる遠征してきた敵をその疲労のピークで撃つのだな。さようです。いや、さらに有効な戦法がありますぞ。それはどういうものか、シターデン提督。メルカッツ総司令のお考えに一部修正を加えたものです。金髪の小僧をガイエスブルグに引きつけておく一方で、大規模な別動隊を組織して手薄なオーディンを攻略し、皇帝陛下を我々が擁し奉るのです。なるほど、素晴らしい。シターデン提督の作戦案の壮大にして華麗なること、このランズベルク伯アルフレッド、簡単の極みで。誰がその別動隊の指揮を取るのです。大変な栄誉と責任です。シュターデン提督は何も分かっておられん。なぜローエングラム校が平然とオーディンを留守にできるのか、少しでも洞察すれば分かることではありませんか。ことは戦略や戦術の話ではないからな。それにしてもどうして出撃を許可なさったのですか。現実感覚に欠けるシュターデン提督と決起に流行った若い貴族たちなど、ローエングラム校の敵にもなりますまい。一度痛い目に遭った方が身のためというわけですか。言葉で言っても分からぬだろうからな。ミッターマイヤー、 K は士官学校でシュターデンに戦術論を教わったそうだな。御意ですが、それが何か。貴族ども、俗軍どもの第一陣はシュターデンが率いているそうだ。一戦まず当たってみようというつもりらしい。おお、いよいよですか。どうだ、勝てるか。シュターデン教官は知識は豊富でしたが、事実と理論が対立するときは理論を優先させる傾向がありました。我ら学生は理屈倒れのシュターデンと呼んでいたものです。よし、 K に命じる。艦隊を率いてアルテナ聖域方面に赴き、K の旧首と相対せよ。追って私が行くまで一戦するもよし、運用は K に一任する。ゲイ。先人は武人の誇りである。その名誉を賜ったからには、ローエングラム元帥閣下の期待にお応えし、まず初戦に勝ち、敵の士気をくじくのだ。はっ。ドロイゼ、アルテナ聖域に広範な機雷原を敷く。600万機の自動追尾機雷を用意せよ。はっ。そうか、帝国の方もいよいよ始まったか。はい、アルテナ聖域で双方の第一陣同士が睨み合いに入っております。今日で3日目のはずですので、そろそろ戦端が開かれた頃かと。シターデン提督、こうして睨み合いを続けてもう3日目ですぞ。何をためらっておられるのか。
敵の指揮官ウォルフガング・ミッターマイヤーは速攻の妙には定評がある。疾風ウォルフとの異名を持つほどのものだ。それが動こうとしないのはどう考えても妙だ。ここはむやみに動くべきではない。閣下、敵の通信を傍受しました。敵が待機しているのはローエングラム港の本体の到着を待っているからで、これが到着次第圧倒的大軍をもって攻勢に出るつもりのようです。なんだと？提督、躊躇している間にも我々は不利になりつつありますぞ。この上は敵の本体が到着するより前に撃って出るべきでしょう。いや待て、こんなに簡単に傍受できたというのはおかしい。敵が故意に流した情報である可能性が高い。何を言われる。これならば敵が動かぬ理由に合点がいくではないか。しかしそれでは提督の優柔不断にも呆れ返るわ。慎重論を通り越して臆病と言うべきだな。提督、我らの目的はまず一戦して敵の力量を知り、その士気をくじくことにあったはず。こんなところで手をこまねいていては何にもなりませんぞ。そうだ、その通り。提督、我らは出撃しますぞ。よろしいな。わかった。おだが作戦には従ってもらう。結構ですと。で、策とは？まず2つの部隊に分かれ、各々が左右から機雷源を迂回する。そして左翼部隊が敵と全面衝突する間に、右翼部隊は敵の背後に回り込み、後方と側面から敵を機雷源に追い込むのだ。なるほど。左翼部隊は私が率いる。右翼の指揮をヒルデスハイム博兄に任せる。承知した。閣下、敵が動き出しました。うん、まんまと乗ってきたか。ミサイルです。三時方向。攻撃の手を緩めるな。敵に反撃の機会を与えるな。一気に揉み潰せ。いつまでも我らが同じ中域にとどまっておるわけがなかろう。平民はいつでも黙って貴族に殴られるのを待っているものだと思い込んでいるらしいが、これだから貴族のバカ息子どもはどしがたいのだ。よし、このまま全速で機雷源を迂回、残る別の隊の背後を襲う。背後より敵。背後？そんなバカな。敵は前方のはずだ。敵の本体でしょうか。いや、早すぎる。ヒルデスハイムの部隊とは連絡は取れんのか。妨害が激しすぎて無理です。行けません。来ます。閣下、反転して後輩の備えを。カカ、いや、ダメだ、撤退を。敵は逃げにかかりました。深追いの必要はない。いささか戦いがいのない相手でしたな。バイエルライン、満州は禁物だぞ。まだ戦いは始まったばかりだ。なんだと？敗れたと申すか。はあ、シュターデン提督らはレンデンベルグ要塞に撤退しましたが、ヒルデスハイム伯爵をはじめとして全軍の7割を失いましてございます。ヒルデスハイム伯がおいたわしい。シュターデンめ、役に立たねえやつ。ミッターマイヤー提督、疾風ウォルフの傭兵の妙見せてもらったぞ。恐れ入ります。少々小細工をしすぎまして、小道具に使いました機雷の回収が大変です。それにしてもシュターデンはレンテンベルグに逃げ込んだと聞いたが。御意にございます。取り逃がしまして申し訳ありません。いや、シュターデンなどどうでもよい。だがレンテンベルグを放置しておくと何かと厄介だ。この際攻略してガイエスブルグ要塞攻略のための橋頭保とするか。
このレンテンベルグ要塞の指名を制するためには中心部にある核融合炉を奪取するのが最も早く確実な方法である。外壁から最短距離でこの核融合炉に至るためこの第6通路を白兵線で突破するのだ。ミッターマイヤー、ロイエンタール、ケイラは陸上戦闘においても並ぶもののない勇者と聞く。二人で攻略部隊の指揮を取れ。ギョイ。だが油断するな。第6通路を守るのはあのオフレッサーだ。オフレッサー上級大将、装甲敵大兵装官のあの野蛮人か。時間だ。直ちに上陸作戦を開始しろ。うまくいったな。これからが大変だ。もし一対一でオフレッサーに出会ったら、Kならどうする？すっ飛んで逃げるね。同感だ。あれ人を殴り殺すために生まれてきたような男だからな。まともに相手にするものではない。しかし部下には逃げろとも言えんしな。何をやっておる。どいておれ。解散ぞ。第2隊突入。いかなる犠牲を払っても第6通路を確保せよ。貴様ら平民がいくら来ようと死体の山が増えるだけだぞ。この臆病なネズミめ、所詮あの軟弱な小僧の軍などこんなものよ。すでに橋階の突撃を試みましたが、オフレッサー一人のためにことごとく撤退を余儀なくされております。オフレッサーは勇者だ。ただし石器時代のな。それにふさわしくせいぜい派手に殺してやれ。はっ。お待ちください。なんだオーベルシュタイン。オフレッサーは生かしたまま捕らえていただきたいのです。閣下のお役に立ててご覧に入れましょう。あの顔面な男が私の役に立とうなどという気を起こすかな。キャッツの意思など問題ではありません。洗脳でもするのか。そんな無粋な真似はいたしません。ぜひお任せください。貴族どもに相互不信の種をまいてご覧に入れます。よかろう、Kに任せよう。金髪の小僧、スクリーンを通してでもいいからこの俺の顔をまともに見る勇気があるか。貴様のような未熟な小わっぱが運にだけは恵まれて少しばかり手柄を立てたからとてどれほどのものか。それが図に乗り寄って国政を左右しようとは何たる思い上がりか。皇帝陛下のご恩をあだで返す裏切り者、この背徳の卑劣感め、姉ともども命がけで陛下をたぶらかし立てまつりよって。ロイエンタール、ミッターマイヤー、はあのゲス野郎を私の前に引きずってこい。生かしたままだぞ。手足をちぎっても決して殺すな。私自身の手で奴の汚らわしい口を引き裂いてやる。はっ。難問だな。ああ、ローエングラム校もまた感情に支配される人間だということだ。準備はどうだ。はっ、もうそろそろよろしい頃かと。では装甲服を用意してくれ。二尺な。まさか提督方を二人でお出になるのですか。俺たちはおとりだ。例の罠をより完全なものにするためのな。しかしいくらなんでも俺たち二人は大将だ。オフレッサーの化け物は上級大将。釣り合いが取れてちょうどよかろう。小僧め、
勇気のかけらが少しでもあるのなら男らしく俺の前に出てきてみろ。それともまた姉のスカートの陰にでも隠れたか。威勢がいいな野蛮人。貴様などローエングラム校の音を煩わすまでもない。俺たちが相手をしてやるからありがたくあの世へ行くがいい。おお、生意気な口を叩くのは誰かと思えばヘテロクロミアのロイエンタールと疾風のミッターマイヤーか。面白い。少しはやるという噂だが、二人がかりなら俺に勝てるとでも言うのか。やってみなければわかるまい。うすらでかいばかりが脳でないことを教えてやるぞ。抜かしおったら。オフレッサーは捕らえた。残る奴らは雑魚に過ぎん。全員突撃せよ。はあ、やろう。猛獣を捕らえるには罠が一番だ。シンプルな罠だが、貴様程度の単細胞にとってはやはりこれで十分だったな。卑怯者め。褒められたと思っておこう。オフレッサーを失った貴族連合軍はもろくも降伏し、ここにレンテンベルグ要塞は陥落した。血で赤く塗装されて。何？奴を殺すなというのか。はい、殺すのは簡単ですが、キャツは死など恐れてはおりません。それに今キャツを殺せばゴールデンバーム王朝に準じた忠義の者としての名声を高めてやるようなもの。それでは閣下も不本意でございましょう。しかし奴のために何人の部下が殺されたと思うのだ。生かしておく必要を認めん。即刻処刑すべきだ。同感。申し上げたはずです、奴には使い道がある。何のあれだ。ローエングラム校のお慈悲です。敵とはいえ上級大将閣下の勇猛な戦いぶりに委託感心され、釈放して再戦の機会を与えるとのことです。相変わらず甘いやつめ。それで恩を売ったつもりか。よかろう。それが望みならガイエスブルクで待っていてやる。今度こそその金髪を血で染めてやる。どうぞご自由に。そちらに船を用意しましたので、ガイエスブルクでもどこへでも退去されるがよろしいでしょう。どうも趣味ではないな。ああ。何の真似だこれは。レンテンベルグで奮戦なさったオフレッサー上級大将でいらっしゃいますな。何、見てわからぬが貴様。確認しただけです。ブランシュバイ公がお待ちです。どうぞこちらへ。よく生きて帰ったなオフレッサー。何ですと。兄の部下の主だった者はことごとく処刑されたというのに、なぜ兄だけ生きて帰れたのだ。処刑された。貴様一人生きて帰れたのは裏切ってあの小僧に良心を売り渡したからであろう。恥知らずめ。わしの首を持ち帰るとでも奴に約束したか。罠だ、これ罠だ。わからんのかこのバカど。罠だ、これも罠なんだ。撃て、撃ち殺せ。銃はいかん。誰か取り出したろ。裏切り者が。しかし本当に裏切っていたのでしょうか。何。いえ、それよりこの処置をどうなさいますか。つまり死因を何とするかですが。取り繕っても仕方あるまい。オフレッサーは味方を裏切った罪により死刑。全軍にそう伝えろ。裏切り者は許さんとな。そんな恨めしそうな目をしなさんな。私だって明日はどうなるか知れないんだ。
今日のうちに死ねたことを感謝すべきかもしれんぞ。そうか、オフレッサーは味方に殺されたか。はい、しかも裏切り者として。オフレッサー上級大将は金髪の小僧嫌いの急先鋒として有名であった。それだけにこの事件が貴族連合軍に残した傷は大きかった。一体誰が最後まで裏切らずにいるだろう。貴族たちの心にお互いに対する不安と猜疑が芽生えていた。別動隊を指揮して辺境聖域を計略していたジークフリード・キルヒアイスは60回を超す戦闘にことごとく勝利し、占領した惑星を民衆の自治に委ねていった。停戦せよ、力ずんば攻撃する。停戦せよ。私どもはフェザーンの商船です。乗せているのは聖地巡礼の民間人の一行でして、老人、婦人、子供がほとんどです。ご覧いただければわかりますが。いや、結構。食料とか医薬品とか不足しているものはありませんか。ああ、赤ん坊に飲ませるミルクが少々。わかりました。部隊の物資を分けてあげなさい。は、はあ、ありがとうございます。いえ、では気をつけておきなさい。いい人ですな、キルヒアイス提督は。気の毒に。は、何がです。いい人間は長生きしない、特にこんなご時世にはな。敵の第三波、引きました。ほう、巧妙だな。以前と違って行動に粘りと統一性が見られるようになりましたが。いよいよか。は？おそらくメルカッツが前線に出てきたのだ。となると数が少ない分こちらが不利だな。ここは引くか。しかしここで賊軍に形の上だけとはいえ勝利を与えると敵味方の士気に与える影響がいかがかと。うん、よし、ここは交代だ。このシャンタウス駅は多大の犠牲を払ってまで死守する価値のあるところではない。奪回するのはロエングラム公にやっていただこう。ロイエンタールのやつ、この俺に宿題を押し付けたな。メルカッツ提督は閣下がお生まれになる前から軍人として名声のあった人物です。彼に自由な手腕を振るわれてはいささか面倒ですな。自由な手腕か。メルカッツにそうさせるだけの器量がブラウンシュバイク公にあるとも思えぬが。御意、メルカッツ提督を相手にするよりその背後のブラウンシュバイク公と戦うべきでしょう。シャンタウ聖域など無視してガイエスブルグの攻略に専念せよというのだな。はい、おそらく敵もシャンタウ聖域を維持することにはこだわりますまい。うん、だがガイエスブルグも難攻不落と言われる。どうするかな。今回の転身もちょうど良い材料かと思いますが。そうだな。おお、メルカッツ提督、ご苦労だった。いや、さすがは名将の誉れ高いメルカッツ提督、お見事お見事。成り上がりの小僧などとは実力が違いますな。いや、これは我が軍が勝ち取ったというより敵が放棄したものに過ぎません。自分たちの力を過信するのは危険です。そうか、提督は慎重だな。それよりリッテンハイム公のお姿が見えぬようですが。そういえば公爵の機関オストマルクもおられぬようですし、随分官営が減っているように見受けます。リッテンハイム公は辺境聖域の奪還のために出ておられる。なんと。5万隻の艦隊を率いて辺境で鳥鳴き里のコウモリを気取る赤毛の小僧を退治てこられるとか。司令官たる将官は存じておりません。名士たるわしが許したのだ。しかしこと軍事に関する限り。提督、リッテンハイムもな、ここにおると何かとうるさいでな。行きたいと申すなら行かせた方がよいのだ。辺境で平民どもが自治だなんだと不穏な空気が生まれておる。それを制中するのは我らが大義だ。そんなことより祝勝会の準備をしておる。さあ参ろう。申し訳ありませんが、年のせいかいささか疲れました。今日のところは失礼させていただきます。では。おじ上がせっかく用意されたもの、無礼ではありませんか。まあよい。しかし面白みのない男だな。何事ですか司令官。ローエングラム公より新たなご命令です。敵の副名手リッテンハイム公がブラウンシュバイク公との確執の挙句5万隻の艦隊を率いて
こちらに向かっているそうです。これと戦って撃破せよとのことです。いよいよですか。これまでの情報によりますと、リッテンハイム公はこのガルミシ要塞を根拠に定め、このキホイザー聖域に陣を張っております。うん、ここで決戦になるでしょう。その際私は本隊として800隻を率います。え、たった800隻？敵へ発見、数およそ4万。やってきおったか。どうせ小僧と戦うなら金髪の方を相手にしたかったな。赤毛の子分の方では不足だが、この際仕方ない。敵艦隊斜線陣を取っています。どう対処されますか。小賢しい真似を、数で圧倒する。小細工は無用だ。撃て。遠いわ。前もわからんか。もう少し引きつけろ。600万キロまで近づいたら砲撃開始だ。600万キロです。よし撃て。始まりました。本体を発進させる。始まったな。敵の左翼は高々2万。なぜ一気に打ち崩せんのか。恐れながら我が方の艦艇5万隻と申しましても、その構成も編成比率も通常のものと異なりまして。不合の衆だと申すか。いえ、しかし数ほどの働きをするには。左舷方向、新たな敵確認。5人数1000隻未満。何をうろたえる。敵は少数ではないから。今だ、砲撃開始。よし、全艦突撃。恐るべきものだ、キルヒアイス提督は。あれだけの艦隊で5万の大艦隊を翻弄しておる。敵の艦隊編成の不備を看破したからこそだな。今とだ。敵の混乱に乗じて一挙に殲滅する。全艦突撃。全艦コスナール撃沈。全艦ドートムンド大破。あれは、あれがリッテンハイム港の機関だ。逃がすな。戦乱の元凶を捕らえろ。なんだあれは。味方の補給艦です。長期戦に備えて補給のために待機させておいたものです。しろ。撃てというのだ。しかしあれは味方の。味方ならなぜ私が逃げろよ。転身しようとするのを妨げるのか。構わぬ、撃て。撃てというに。どうだ、可愛いだろう、双子だったと。よかったじゃないか。お前もついに親父か。ああ、この手で抱くまでは実感がわかんがね。ああ、早く帰りたいものだ。エネルギー派接近。敵か。違います、味方が。おい、誰かいないか。おい。はい。子供じゃないか。どうしてこんなところに。幼年学校の生徒です。上等兵待遇でガルミシ要塞に配属される途中でした。そうか、いくつだ。13歳です。あと5日で。世も末だな。坊や、それを取ってくれ。坊やはよしてください。コンラート・フォン・モーデルという名前があります。おお、奇遇だな。俺もコンラートさ。コンラート・リンザーだ。どうしましょう。敵が近づいてきましたよ。敵？敵とは誰のことだ。俺たちをこんな目に遭わせてくれた奴こそが敵さ。閣下、救助した輸送船の乗組員が目通りを願っておりますが。私に？は、閣下のお役に立てると申しておりまして、調べましたが怪しいところはないようです。会いましょう。は。お、コンラート・リンザー大尉であります。義手が間に合いませんので失礼します。私の役に立てるということだが。私はリッテンハイム公が逃走のために味方を殺したという事実の生き証人です。なるほど。この腕という証拠もあります。これを要塞にいる連中に見せればみんなの考えも変わるでしょう。
リッテンハイム公に対する忠誠心はもうないわけですね。忠誠心ですか。美しい響きの言葉です。しかし都合の良い時に乱用されているようです。今度の内戦はいい機会だと思いますよ。ある種の人間は部下に忠誠心を要求する資格がないのだという実例を何百万人もが目撃したわけですからね。わかりました。では協力を頼みます。ガルミッシュ要塞に降伏を呼びかけてもらいましょう。承知しました。もっともね、その必要もないかもしれませんが。ウェーゼル狙撃大隊のラウディッツ中佐、リッテンハイム公にお目にかかりたい。そのような汚い格好では。汚いだと？これはリッテンハイム公のために命がけで戦い、公爵が逃げ出したために死んだ俺の部下だ。何をしに来た、無礼な奴め。お前が命を捨ててお守り申し上げたリッテンハイム公はこの方だ。忠誠の褒美をいただき。殺せ、この無礼者を殺せ。爆発しました。あれは司令室のあたりです。この機を逃がしてはならない。ベルゲングリュンとビューローに連絡、直ちに揚陸艦を出して要塞を占拠せよと。はっ。こうしてガルミッシュ要塞は陥落し、貴族連合軍は副名士と全兵力の3分の1を失った。猛舞にして臆病なる貴族どもよ、実力を伴わぬ自尊心など捨てて降伏するがよい。命を助けてやるばかりか、無能なお前たちが生きていくのに困らぬ程度の財産も残してやる。先日リッテンハイム公はその卑劣な人柄にふさわしく惨めな最後を遂げた。同じ運命をたどりたくなければない知恵を絞って考える。己小僧、よくも言いたいことを。シャンダン聖域で敗れたことを忘れたか。戻りだ。あの小僧を捕らえた者には恩賞は思いのままだぞ。ここ敵が接近してまいりました。何？要塞四方の射程すれすれのところでしきりに G コードを取っております。ちぃ、これ見よがしに。あれはシュターデン提督が敗れた疾風ウォルフの艦隊です。平民どもめ、調子に乗りおって。のこのことやられ聞きおった。メルカッツ総司令官、出撃命令を。シャンタウの二の舞を回せてやりましょうぞ。メルカッツ提督ならん。敵の仁義としか見えぬ動きには必ずや裏がある。断じて出撃はならん。あの小僧にあそこまで言われて黙っていることなどできぬ。まったくだ。このまま何もせぬでは我ら門閥貴族の沽券に関わる。その通り。どうです、我らだけで打って出るというのは。おお、望むところ。フレーゲル殿が行かれるのなら喜んでお供しますぞ。閣下、失礼いたします。どうした少佐。フレーゲル男爵らが出撃しました。何？逃げ足の速いやつめ、疾風ウォルフの疾風とはそういう意味か。何が罠だ、何もないではないか。メルカツ提督の取り越し苦労も度が過ぎるというものだ。なぜ勝手に出撃したのか、厳しく禁じたはずではないか。命令違反の角で全員軍法会議の覚悟せよ。おじゆえ、何とかおっしゃってください。私どもは死など恐れません。敵と戦って名誉の死ならむしろ望むところ。しかし勇気と自尊心を知らぬ司令官によって処断されるなど耐え難い苦痛です。いっそこの場で自殺させてください。フレーゲル男爵のおっしゃる通りだ。お見事なご覚悟。男爵だけを死なせるわけにはいかぬ。我ら全員この場で自殺し、帝国貴族の誇りを世に示そうではないか。提督、現に勝ったのだから良いではないか。この指揮をこそ貴重なものとすべきであろう。諸君の勇気と忠誠は帝国貴族精神の成果を万人に知らしめたものであり、思い上がった平民どもに正義の鉄槌を下したものである。これは称すべき行為であると認める。もはや我らに恐れるものはない。我々は勝利する。勝って正義の所在がいずれにあるかを示すのだ。帝国万歳。何か。
敵がまた戻ってきました。長射程のミサイルで攻撃してきております。何？おじいえ、こたびも我らにお任せあれ。いや、わしも出る。全軍で出撃し、今度は逃げる隙も与えず一挙に殲滅してやるのだ。指揮はわしが取る。提督には留守を守っていただこう。では参るぞ。貴族のバカ息子どもが穴の中に引っ込んでいれば長生きできたものを、わざわざ宇宙の塵になりに来たか。閣下、ブラングシュバイク港の機関ベルリンを確認しました。おお、お出ましか。我々の配送が擬態だと気づかなかったようだな。ブラウンシュバイク港も出たとなると、せいぜい派手に負けてやらねばなるまいな。はっ。こんなことも見抜けぬ奴らと戦うのは張り合いがないな。ヤン・ウェンリーとは言わぬが、せめて戦いがいのある相手と戦いたいものだ。ロエングラム公もそう思っておいでだろうな。敵はひるんでおるぞ。総攻撃だ。見ろ、あの集隊を。一度逃げ癖がつくと恥を恥とも思わなくなるのだ。一挙に奴を葬り、金髪の小僧も捕らえてギロチンにかけてやるわ。もろすぎるな。深追いするな、罠かもしれんぞ。罠だ。あり得るか。全軍の速度を落とし、体勢を整えさせろ。ちゃんとついてこないとダメだろうが。小賢しいやつだ。構わん、全速前進だ。ミッターマイヤーの芝居は絶妙だな。そろそろですかな。そうだな。全軍に伝えよ、攻撃に転ずる。一石たりともガイエスブルグに返すなとな。待ちかねたぞ。全艦全速総反撃だ。なんだ。見たか、バカ息子ども。戦いとはこういう風にやるものだ。やはり罠だ。交代しろ。味方に構うな、全速で逃げろ。しかし提督、分からぬか。我々は敵中に引きずり込まれたのだ。こうしている間に左右から敵の伏兵が押し寄せてくるぞ。ひるむな。これは敵の最後のあがきだ。閣下、両舷より新たな敵が接近してきます。何？ここはお引きください。艦列が伸びきってる分、我が方が不利です。このままでは閣下撃破されます。おれ小僧めが。よし、割り切りを出せ。正中圏を確保するのだ。先行する敵には構うな。逃げ道をなくして必死の反撃を誘うことはない。射程内の敵を確実に倒すことのみ考えるのだ。どうせ彼らも逃げられはしない。振り切ったか。まだだ。まだ速度を落とすな。左舷後方よりまた新たな敵が。やはり来たか。構うな、前へ進むことのみ考えて一気に突き抜けろ。敵は前からは襲ってこない。さすがだ、ロエングラム公。民衆から搾取してきた大貴族どもの元凶はブラウンシュバイク公だ。生死は問わぬから、決して逃がすな。元帥閣下よりブラウンシュバイク公を捕らえた者は一兵卒でも将軍にしてくださるとのご沙汰があった。機会をつかめよう。なるほど、敵は我々の逃走ルートを想定して兵力を伏せてあるわけだな。進撃ルートを逆にたどれば予測は簡単だからな。よし、左舷急速回答。それでは通常航路から外れて座標を見失う恐れが。構わん、少々の危険は覚悟の上だ。閣下、ファーレンハイト提督の艦隊が航路を逸脱していきます。あの男、何を考えておるのか。おそらく策が終わりになるでしょう。本船も同行してはどうかと思いますが。何？少なくとも提督は艦隊船の専門家です。それもそうだな。よし、そうしろ。はっ。おじゆえとは連絡が取れんのか。はっ。すでに味方はバラバラで、いつすらつかめません。ガイエスブルグとは連絡がつかんのか。はっ。あっ、左右よりまた新たな敵へ。
敵はすでに艦隊と呼べるものではないが、我らのために大きな獲物が残っているぞ。ブラウン芝居を逃がすな。それにしてもシャンタウ聖域を放棄したことすら戦略の中に組み込んでしまうとはな。さすがにローエングラム校だ。それともオーベルシュタインかな。敵の7割方は撃破するか捕らえるかしましたが、ブラウンシュバイク校は未だ捕らえておりません。どうやら公爵自身はそれほど前に出ていなかったようですな。どうせ後方で偉そうに構えていたのだろう。奴自身の尊大さが身を助けるか。コモオトだよ。あれは敵か。いえ、あれは味方です。全艦突撃、ブラウンシュバイク校をお救いしろ。全艦速度を落とせ。一旦交代だ。損害がバカになら、みんなが功を焦りすぎたか。なんたる謝罪、艦隊陣形を崩すな。休憩時に再編成しながら交代。交代しつつ順次砲火を近距離に転換。こちらもマルキューレを用意。さすがだな。一時の混乱をすぐに立て直したか。ブラウン芝居校は後方に下がられました。そうか、それではタイミングを測って引くぞ。敵の本体がこのうちにな。メルカッツも伊達に年は食っていないな。達者なものだ。ブラウンシュバイク校はガイエスブルグに逃げ込みましたが、もはや敵にはまとまった兵力といえるものは残っておりますまい。あとは時間の問題ですが。時間の問題か。メルカッツ、なぜもっと早く救援に来なかった。あまり怒るな。ブラウンシュバイク校は病人なのだ。病人ですって。精神面もな。その病気を育てたのは500年にも及ぶ貴族の特権の伝統そのものなのだ。そうだな、その意味で言うと公爵もむしろ被害者なのかもしれんな。100年前ならあれで通じたのだがな。不運な人だ。なるほど、ブラウンシュバイク校は不運な人かもしれない。だがその人に未来を託さねばならぬことはもっと不運ではないのか。この時すでにリップシュタット戦役の奇数は決していた。だが惨劇はここから始まる。苦戦するリッピシュタット連合軍はガイエスブルグ要塞での籠城戦に備え、いまだその支配下にある植民政からの搾取を強めた。だが民衆側も今回の内戦によって貴族支配のタガが緩んできたことを敏感に感じ取っていた。ここブラウンシュバイク校の領地の一つベスターラントでも反抗の機運が高まっていた。ここを統治する公爵の甥シャイド男爵はさらなる弾圧を加えたが、それは大規模な暴動を招き、男爵は民衆に殺された。その知らせはブラウンシュバイク校を激怒させた。先民どもが、よくも我が老いを殺してくれたな。我が領土に生きる恩も忘れよって、老い知らずな先民どもの上に正義の鉄柱を下してやる。ベッサーラントに核攻撃を加える。一人も生かしておくな。閣下、お怒りがごもっともながら熱核兵器を惑星上で使用するのはかつて人類が絶滅に瀕した13日戦争以来のタブーのはず。ましてベスタラントは閣下のご領地ではありませんか。全住民を殺すというのはあまりにご無体。首謀者を処罰すればよろしい。黙れ。ベスタラントはわしの領地だ。よってわしにはあの惑星を自由にする権利があるのだ。ゴールデンバーム王朝もこれで終わった。自らの手足を切り取ってどうして立っていることができるだろう。何？アンスバッハがそのようなことを申したと。はっ。ゴールデンバウム王朝は終わりだと。そのような不吉な現状を弄するとは、いかにおじゆえの重臣とはいえ、それだけでも死に値しますぞ。アンスバッハともあろうものが。アンスバッハを捕らえよ。後でわしが取り調べるまで監禁しとけ。時にメルカッツ提督が面会を求めておいでですが。メルカッツが？ベスターラントの件でお話があるとか。合わぬ。わしは伏せっておる。ガイエスブルグに潜入させた部下からの報告です。
そうか、やはりメルカッツは疎まれ始めたか。はい、ブラウンシュバイクの知恵袋といわれるアンスバッハ准将も切り離しました。うん、それは良いとして、ベスターラントの件は捨ておくわけにもいかぬ。早急に艦隊を派遣して攻撃を阻止させねば。お待ちください閣下、いっそ血迷ったブラウンシュバイクにこの残虐な攻撃を実行させるべきです。何？そしてそのありさまを撮影し、大貴族どもの非人道性の証とすれば、彼らの支配下にある民衆や平民出身の兵士たちが離反すること疑いありません。阻止するよりその方が効果があります。ベスターラントを見殺しにせよと K は言うのか？もしこの内戦が貴族側の勝利に終われば、同様の残虐行為はこの先何度でも起こります。それを帝国全土に知らしめ、彼らに宇宙を統治する権利はないことを示すのです。しかしすでに勝敗の帰数は誰の目にも明らかではないか。ですが我々もガイエスブルグ攻略の決め手を書きます。敵が籠城して徹底抗戦するつもりであれば、補給ラインが長い分我々が不利になります。わかっている。だからこそ内部分裂をさせるための工作をしているのではないか。その決め手となりうる材料を向こうが提供しようとしているのです。だがデスターラントには200万もの民衆がいるのだ。中には女子供もおろう。それを閣下、ご冷静にお考えください。いかに200万の人命とはいえ、この内戦が長引けばそれよりはるかに多くの死者が出るでしょう。それをお考えください。人の命とはそんな単純な数字で論じるべきものではない。閣下、閣下は支配者となられるのです。支配者は時としてより多くの幸福のため一部の犠牲を容認する必要に迫られる時があります。それは初歩的なマキャベリズムの論法だな。初歩なればこそ原則であり真理です。閣下、今こそそのご決断を。全帝国250億の民のためです。閣下。ベスターラントへの攻撃はいつ始まるのだ？6時間後とのことです。艦隊を派遣して待機させろ。閣下、誤解するな。決定はギリギリまで待つ。呼ぶまで下がっておれ。キルヒアイス、お前がいたら絶対に許すまいな。これが俺たちが選んだ道か。惑星ベスターラントに強行偵察艦を急行させろ。内密にな。はっ。4時間以内に到着させるのだ。いいな。はっ。4時間ですな。貴族を追い出したはいいが、これからどうするかが問題だて。ローエングラム公は平民の味方だというじゃないの。あの方に守っていただきましょうよ。そうだそうだ。そうだそうだ。母さん、あれ何？おい、あれは。どういうことだ？敵の攻撃が早まったようです。残念ながら派遣した艦隊は間に合いませんでした。何？ではこの映像は何だ？念のために先行させておきました強行偵察艦からのものです。オーベルシュタイン。この映像を帝国全土に流すのです。貴族どもと我々とどちらに正義があるか子供でも理解するでしょう。貴族どもは自分で自分の首を絞めたのです。どうなさいました元帥閣下。確かに私は明確に阻止命令を出さなかった。しかし閣下は阻止すべく艦隊を使わされた。しかし敵の攻撃が早く間に合わなかった。そういうことです。貴様わざと。
今更済んでしまったことをとやかく言っても仕方ありますまい。起こってしまったことは最大に利用すべきです。200万の犠牲を無駄にせぬためにも。手を汚すことなく破業はなせぬということか。わかった、 K の言う通りにしよう。ご無沙汰しております、キルヒアイス閣下。よく戻ってきてくださいました、シュタインメッツ提督。辺境聖区17箇所手土産代わりに平らげてきました。お受け取りください。我々の仕事が減って助かります。ローエングラム校もお喜びで、中将に任ずるとの辞令を預かっています。それはかたじけないのですが、ローエングラム校といえばよからぬ噂が流れているのをご存知ですかな。噂？提督、こちらへ。何ですって？貴族連合軍がベスターラントの虐殺を行うことをラインハルト様が、ローエングラム校がわざと見逃したと、そういうのですか？政治宣伝のために。しかしそれは派遣した艦隊が間に合わなかったという話では。あの映像を撮影した偵察艦は間に合っています。そもそもわざわざあの映像を撮らせたこと自体が妙ではないかと、あくまでも噂ではありますが。提督、その件に関してはローエングラム校にお目にかかったとき、私が直接審議のほどを確認します。それまで全艦隊に観光令を敷きます。よろしいですね？あ、承知しました。それでは。確かめてどうするのだ、チークフリード。虚報であればよし、だがもし真実であったとき、お前自身の正義とラインハルト様の正義とが同じものでなくなったとき、お前はどうするのだ、ジークフリード・キルヒアイスよ。惑星ベスターラントの虐殺は帝国全土に大きな波紋を呼んだ。ブラン・シュバイク校の残虐さがクローズアップされるにつれ、相対的にローエングラム校ラインハルトに対する期待が高まり、帝国軍の若き英雄は今や帝国人民の英雄となりつつあった。いまだ貴族連合軍の支配下にあった各地の植民性は一斉に離反し、ガイエスブルグは完全に孤立した。そのガイエスブルグでも兵士のサボタージュや反抗が表面化し、脱走してラインハルト軍に身を投じる者が数多く出た。貴族や士官からの投降者も続出し、また絶望した貴族の中には自殺する者が相次いだ。虚しいものだ。あ、開戦当初この要塞には数千人の貴族が参入し、まるでノイエ山数氏がそのまま移転してきたような活気があったというのに。全くです。あのような空騒ぎをして現実から逃避するばかりとは。情けない限りですな。我々もそろそろ選ぶ時ですかな。選ぶとは？戦って死ぬか、自ら命を絶つか、フェザーンにでも逃げるか、それとも降伏するか。しかし降伏といっても今となっては小僧が、いやローエングラム校が許すだろうか。今までが今までだからな。さよ、手ぶらではおぼつきませんな。しかし何か手土産があれば。手土産？例えばブラウンシュバイク校の見印とか。その昔フグ大天の敵を倒して、その頭蓋骨で杯を作った王がおったという。わしもあの小僧でそれに習うかな。それがよろしゅうございます。さよう、あの小僧の首を取れば万事がうまくゆくのです。それで歴史は変わり、過去の敗北も償われる。最後の一戦を挑もうではないか。それ以外に道はない。そうであろう。ハンコ打ってるんです。ウムの一戦だ。おじゅうえ、よし、残る全ての兵力をもって最後の決戦に及ぶとするか。おー、バカな。要塞の利を生かして長期戦に持ち込み、敵の疲弊を待つべきが上策なのに、今出撃して何の意味があるのか。ただ敗北を早めるだけではないか。そもそも我らは同志であって主従ではない。軍事の専門家として
最悪の事態を招かぬように忠告している将官に対し、命令がましくご自身の意思を押し付けるとは、ブラウン・シュバイク公は何を勘違いされたか。死を恐れるような臆病者に用はない。真に帝国への忠誠あつき者はついてまいる。おお、メルカッツ提督、閣下も出撃なさるのですか。うん。何故ですか。無謀な出戦であることはご承知のはずです。わしは40年以上も武人としてゴールデンバウム王朝にお仕えしてきた。それが滅びるなら、せめて命運を共にするのが最後の務め。どうも我ながら不器用なことだ。閣下、ハーレンハイト中将ケイはまだ若い。滅びゆく王朝に準ずることはあるまい。生きられよ。生きて武人としての生を全うされよ。メルカッツ提督、さらばだ。もう会うこともあるまい。行け、総員私兵となって戦え。やはり出てきましたな。予定通りだ。メックリンガー、ケスラー、ミュラーの三艦隊に迎撃させよ。カカ、つける隙がありません。ひるむな。いくら犠牲を出そうと構わぬ。意外にしぶといな。追い詰められ窮鼠と化したのでしょう。うん。敵の突撃はこれで5回目だったが。御意、そろそろだな。敵がまた攻勢に転じました。よし、前衛の三艦隊に一気に敵を押し戻させろ。敵の攻勢が限界点に達したようです。今だ。全艦突撃、最大戦速、全艦隊我に続け。我らも追撃態勢に入るとしようか。艦隊を密集させよ。最後尾を守る。はっ。やはりローエングラム校は前線に立たれてこそ輝かれるな。始まったようです。我々はローエングラム校に味方することに決めたものだ。司法制御室を守る兵士たちよ、ベスターラントを見ただろう。武器を向けるべき相手が誰かよく考えるんだ。撃つな。我々も協力する。分かった。潜入させておいた者が要塞手法の制御室を占拠したとのことです。揚陸艦を出して要塞を制圧させよ。はブラウン・シュバイクを逃すなよ。もはやガイアスブルクに戻ることもできません。金髪の小僧を呼び出せ。通信回線を開くのだ。どうするおつもりですか。正々堂々艦と艦の一騎打ちを挑むのだ。一騎打ち。そうだ。もはや我らの劣勢は覆い難いが、せめて奴さえ倒せば起死回生がなるのだ。ダメです。降伏の申し入れ以外の通信は一切受けていません。己貢献にしようって。こうなったら小僧でなくてもよい。疾風ウルフでもヘテロクロミアのロイエンタールでも、おう、シュワルツ・ランテンレイターのビッテンフェルトなら簡単に挑発に乗るかもしれん。もうおやめください。彼らと戦って何になります。今は命があるのを喜び、いずこかへ落ち延びることでも考えましょう。黙れ。私は命など惜しまぬ。この上はそれなりに名のある相手と戦って華々しく散り、栄光ある帝国貴族の滅びの美学を完成させるのだ。滅びの美学ですと、そういう寝言を言ってるようだから戦に負けるのです。もうたくさんです。一人で勝手に終えなさい。我々があなたの自己投資に付き合って無駄死にをせねばならぬ理由はありません。なんだと。貴様。ああ、大佐、これからどうされるのです。
今更のようだが戦いにはうんざりした。フェザーに逃れて開拓地でも耕して暮らすさ。我々もご一緒して構いませんか。諸君らは命の恩人だ。もちろん構わんとも。それを望まぬ者は申し出てくれ。どうするも諸君の自由だ。おやめください。どうかお命を大切に。シュナイダー少佐、お許しを。もしやと思いまして、先ほど銃のエネルギーパックを抜いておきました。こうなる覚悟はしていたのだ。それにしてもいつ抜き取ったのかね。まるで気がつかなかったが、これは騙された。そうまでしてわしに死ぬなというのかね。はい。だがわしも武人としての恥を知っている。今さらローエングラム公に降伏するのも潔しと思えぬが。ローエングラム公とて全宇宙を支配したわけではありません。この銀河にもローエングラム公の支配の及ばぬところがあります。そこでお命を保たれ、剣道従来をお図りください。亡命せよというのか。さようですか。か剣道従来というからには、刑が進める亡命先はフェザーンではあるまい。はい。自由惑星同盟か。だがわしは40年以上も彼らを反乱軍と呼んで戦い続けてきた。そのわしを彼らが受け入れるだろうか。ヤン・ウェンリー提督を頼りましょう。いささか変わってはいるが、寛容な人物だと聞いております。ヤン・ウェンリーか。ダメで元々ではありませんか。その時は私もお供いたしますから。バカな。K は生きることだ。まだ30にもなっておらぬではないか。 K の才能があればローエングラム校とて重く用いてくれよ。ローエングラム校が嫌いではありませんが、私の上官は閣下お一人と決めております。どうぞ閣下ご決心ください。わかった。ヤン・ウェンリーを頼ってみよう。誰か誰かおらんのか。閣下、アンスバッハ御前に。おお、アンスバッハ、こんなところにおったのか。牢にもおらんので逃げてしまったかと思ったぞ。部下たちが出してくれまして、勝手なことをいたしました。うん、それはよい。それよりもだ、こうなっては致し方ない。講和の用意をせよ。講和とおっしゃいますか。そうだ、小僧の派遣を認め、わしをはじめとする貴族は威圧を全面的に支持する。そうだ、エリザベート、わしの娘をくれてやろう。さすれば奴は先帝フリードリヒ四世陛下の義理の孫となり、三奪の汚名を着ることなく子孫の地位につける。これは悪くはあるまい。無益です。ローエングラム公は貴族の支持など必要としないでしょう。ではどうあっても奴はこのわしを殺すつもりだと申すのか。帝国貴族中比類なき名門の当主たるこのわしをか。まだお分かりになりませぬか。それだからこそローエングラム公はあなたを生かしてはおけないのだということが。ベスターラントに代表されるように民衆に無ごい仕打ちを続け、民衆から搾取し続けてきた帝国貴族を一掃する。それをなすことこそ彼の寄って立つところなのです。分かった、わしは死ぬ。だがあの小僧が帝位につくのだけは許せぬ。アンスバッハよ、何としてでも奴の簒奪を阻止してくれ。それさえ誓ってくれればわしの命など惜しみはせぬ。わかりました、誓ってローエングラム公を地獄に落としてご覧に入れます。バルハラにてお待ちください。そうか、そうか、よし。ところでな、なるべく楽に死にたいのだが。毒になさるがよろしいでしょう。実はすでに用意してあります。アンスバッハ、やはりな、領地や財産を全て差し出してもいいから、命だけは全うできぬものかな。わしは死ぬのは嫌だ。何をする無礼者。名門の最後のご当主としてどうか潔いご最後。うわあ、だってよせよせ。ああ、うわあ、なんだなんだ、ああ、うわあ、うわあ、公爵のお体を医務室へ運べ。はっ。しかしもう亡くなっておりますが。だからこそだ、言われた通りにしろ。あ、これでゴールデンバーム王朝は事実上倒れた。
だが次に来るのがローエングラム王朝とまだ決まったわけではない。貴族たちが持ち込んだ美術品を確保するのだ。戦火を及ぼしてはいかん。はっ。大貴族どものあんな惨めな姿を見ようとは想像もしなかったな。これは新しい時代の始まりと言っていいのかな。少なくとも古い時代の終わりであることは確かだな。呆れたものだ。あなたは貴族もおしまいだな。そう、奴らの時代は終わった。これからは俺たちの時代だ。宇宙暦797年、帝国暦488年9月、ガイエスブルグ要塞は落城し、リップシュタット連合軍はここに敗滅した。